ここはなんかあるんかな、登れるとか、蜘蛛の巣しかないの。何ねえ落ちたよ。これまでのあらすじ。神の乗り物ケトスを呼び寄せたアイナたちは、魔王の闇を払う力を手に入れるため天空に浮かぶ謎の島を訪れる。一行はその島にある神殿で人間とは異なる種族の子供と出会う。子供はロトゼタシア創生の時代から世界を守ってきた神の民と呼ばれる一族であった。アイナたちは魔王軍が神の民の里を襲い、太陽の神殿にある聖なる種火の加護によって彼だけが難を逃れたことを聞く。魔王の闇を払う力について神の民の子供には心当たりがなく、一行は大いなる力を持つという聖なる種火を調べることにするのだった。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんか今ちょっとゲームを始めてさ、セーブデータによったんやけどさ、私前回セーブして終わってないわ。で、これが光り輝いて、次回見ようってなって終わった気がする。あの3本の、まあ、もしこの辺が被っとったらね、もう、命の体重にも似た不思議な力を感じます。カットするなり、早送りするなり、あの木々を調べましょう。今私ちょっとアスモに向かって話しかけよりよ。何か大事なことを伝えようとしている。動画を通して。私にはそう思えるのです。これ一個一個調べていけばいい感じ？いける？お、いけ、そう。苗木に手をかざしますか？はい。これで大樹の記憶が見えるってことか？おー。ロトの勇者ですか？いいね、もうなんか見た目からしていかにもって感じやん、みんな。今の呼吸、勇者に、みんなにも見えていたのよね。魔法使いに。うんうん。同じく左手にあざのある方がいらっしゃいましたね。もしや、あの方は。あれが祖先と。うん、お主ならわかるはず。あの方こそわしらの祖先、伝説の勇者老主様に違いない。まさかこのような形でその勇姿を見ることになろうとは。今のがかつて邪悪の神を倒した先代の勇者たちなら、勇者ご一行、先代勇者が邪悪の神と戦った時のこと、特に闇を打ち払う力についても何かわかるんじゃねえか。あと二つで見れるかな、うん、試してみる価値はありそうじゃ。めっちゃ一瞬やったね、見えた合計。他の苗木も調べてみるかの。あんな一瞬だけ？別に一回一回下に下ろしてくれんでいいんやけど。その場からにしてくれます？苗木に手をかざしますか？はい。見て終わったらマップから消えとる。これは？クレイモラン？砂漠の。ぽいよね。何かしら、あの大きいハンマー。先代勇者ちゃんたちの様子からして、ただのハンマーじゃなさそうだけど。あのハンマーの形状、武器というより鍛冶用のものに近いな。しかし何のために。伝説の武器か。そうですね。それにあの場所もどこかで見たような。考えていても仕方ないわ。普通にクレイモランじゃないの？次の苗木を調べてみましょう。びっくりした、動けんのかと思った。これでラスト。見て終わったやつってなんか、あ、光が消えている。苗木に手をかざしますか？はい。
何あれ。お、武器作りよるよ。女の子かわいいんやけど、めっちゃ。めっちゃかわいい、あの子。今の光景は最後の山。一体先代の勇者たちは何かの鉱石を集めて特殊なハンマーを使い剣を打っていた。その鉱石があの山にあるってこと？あれはどこだい？もしかして私たちが見たのはかつて勇者の剣が作られた時の光景なんじゃないかしら。姫様、そうに違いありません。邪悪の神と戦うため先代勇者たちも特別な武器を作る必要があったのでしょう。つまりそれを今から作ると私たちが求めるべき闇を打ち払う力なのですね。先代勇者が作った勇者の剣は今や魔王の手の中だ。だがまだ手はあるぜ。でも同じものを作ったとしてもどうなん、互角なんや。俺たちの手で作ろうぜ、魔王の野郎をぶっ倒すための。あ、でも勇者が使わんかったらちゃんとした力は発揮できんとかそういうことなんかな。よし、決まりだね。それじゃ情報は少ないが先代勇者たちの足跡を追うとするか。見覚えのある風景もあったし、世界中を旅してきた俺たちならきっと手がかりを見つけられるはずだ。最初の鉱石を採掘していたのはこの場所と同じく天空の浮島じゃったな。神の民殿なら何か知ってるかもしれんの。あ、なんか島の下にいっぱい根っこみたいなのがあったやつ。ハンマーがあった場所はきっとサマディ地方のどこかよ。サマディの王様に聞いてみましょう。サマディ、思い出しました。サマディか。最後に見たクレームランってどこやった？剣を撃っていた山。あれはホムラの外から見える火山のはず。場所はわかるんやけど名前が全然違った。ではホムラの里、天空の浮島とサマディ王国とホムラの里に向かうとしよう。え、サマディ王国がなんかバカみたいな文字があって、新たな勇者の剣が作れるかもしれん。でっぷりした王様がおるとこよね。クレームラン、あのひょろ長い人のとこか。お姉様と歩んできた旅の日々、必ずや生かしてみせます。ああ、その通りだ、行こうぜ。おお、じゃあまずはあの一つ目のやつから。神の民が、おお、びっくりした。兄ちゃんたちどうだった？見たよ見たよ、過去の記憶。アユナは神殿の奥で何があったかを伝えた。なるほどね。別に炎を見せながら言わんでいいんじゃない？でもそれで思い出したよ、じいちゃんから聞いた大昔の言い伝えを。邪悪の神と戦った人間、つまり先代の勇者は闇を打ち払う特別な剣を作るべく聖なる種火を持って冒険してたそうだよ。じゃあ一つ目の記憶のヒントというか、あれは聖なる種火？兄ちゃんたちが見たのはその時の光景で間違いないだろうね。ってことはもう1個目はクリアってことでいいんか。先代勇者が鉱石を集めてた浮島ってのも多分天空の古戦場のことじゃないかな。あ、鉱石を集めんといかんのか。あ、じゃあそれぞれの場所に鉱石があるってことか。天空の古戦場じゃと？しかし何故そのようなところに勇者の剣を作るための材料が。古い話だから詳しくは知らないけど、かつては特別な金属が採掘できた浮島で、それをめぐって大きな戦いがあった場所なんだ。戦いの果てにその金属の鉱脈も失われてしまったと聞いてるけど、もしかしたらまだ残っとるかも。兄ちゃんたち行くなら気をつけてね。もう何百年もの間神の民さえ近寄らず
どうなってるかわからない場所だからさ。了解です。そのような場所がならば実際に行って確かめるしかあるまい。そうそう、もし何をすべきか忘れたらまたオイラのところに来るといいよ。じいちゃんから聞いた話を教えるからさ。それはちゃんと続きを話してくれるってこと？永遠に同じ話をされるわけじゃないよね。みんな頑張って。忘れていたルーラの行き先を思い出した。ルーラの行き先にホムラの里とサマディ城下町が追加された。お。じゃないとね、そこの二つ直接行かんといかんってなったらめちゃくちゃめんどくさいよね。で、天空の古戦場っていうのは、どこだい？ケトス乗って行けばいいんかな？ケトス、ケトス。ここならケトスを呼べそうだ。天空のフルートを奏でますか？はい。これあれよね、勝手に動くやつよね。もうやめて、ほんと。やめて、マジで。待って待って待って。どこ？あれか？左下のやつかな？天空の古戦場。それぐらいしかっぽい感じのとこなくない？ってことはこれ反対側から行った方がいいんかな？こっち側？この勝手に動かれる感じめちゃくちゃ嫌なんやけど、怖くない？いや、怖いってわからんかな。なんか感覚的にめっちゃ怖いんやけど、私。これちゃんと反対側から出てくるよね。行き止まりになったりとかせんよね。どうよ。あ、出てきた、出てきた。これでこっち側か。待って、方向がわからねえ。待って、待って、待って、待って。あ、ここか。この辺か。マップ見ながら回転線買ったらね、一体どこなんだかが全く。大丈夫大丈夫、このまんま進め。で、ちょっと斜めぐらいに行き寄ったら、あ、あったあった、あれじゃない？浮島。まあ、なんか鉱石取れそうな感じやん。天空の古戦場におりますか？はい。うわぁ、まがまがしい。不思議な形の建造物がそびえ立っている。どうやらとても大きな食台のようだ。聖なる種火を使い、食台に炎を灯しますか？はい。何あのまがまがしい感じの空気。お、綺麗になった。さあ、これで通っていけるのね。何どこ？今私はそこから来たんか。綺麗になった途端に何が何なんだかよくわからんくなった。どっちの方向から来たんかもわからんくなりよった。あそこ、あそこに入っていけばいいってことか。な？下まで行かんといかんとかそういう。待って、わからん。いや、下までやな。こっちにぐるーっと。あ、こっちか。びっくりした。めっちゃびっくりした。よし。お、なんかすごい細い場所に。なんか落ちたよ。めっちゃ落ちましたよ、なんか。これは何？華麗に普通に落ちる場所？落ちたらいかんかった場所とかそういうことはない？待って、とりあえず、どこだ？どこ？ここか。
あれでもさっき通った場所もこんな感じの場所じゃなかったっけ。でもマップは違うね。あとちょっとで出口って思ったのに。めっちゃ出口っぽい場所あったよね。くっそ。ここはなんかあるんかな。登れるとか。蜘蛛の巣しかないの。何？ねえ落ちたよ。これどん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 地下に潜ってっていい感じの。でも鉱石発掘って言ったらどんどん奥に入っていくイメージやけん、いいんかな。あっぱれじゃ。よし。じゃああそこになんかキャンプ地があるっぽいな。なんかこういうとこさ、よっち族おりそうじゃない？おらんのかな。これは下なのか。なにドラゴン切り。下にいた。全然見えてなかったけど。あっぱれじゃ。じゃあ乗っていきますか。なにもうぶつかってこないでくれる。どこに向かえばいいんかな。とりあえずここに乗るのか。あ、違うな。これ元に戻っていく感じやね。ってことはこっちか。あ、このまんま行けるけど降りるんやね。くそ、乗ったまま行けるんかと思ったのに。一瞬しか乗れんかったやん。くっそ。どこにあるんだい、鉱石は。うー、びっくり。なんかお墓っぽいのあった。朽ちた石碑に文字が刻まれている。どうやらかつてこの地にいた神の民が書き残した記録のようだ。この天空の島に埋蔵されし鉱石には、闇を打ち払う神聖なる力が宿っている。この神聖なる鉱石に出作りし武器は、ロトゼタシアの未来を守る大いなる希望となるだろう。今日ロトゼタシアめっちゃいい感じ。滑舌。いい感じよね。個人的にはいい感じやと思っとんやけど。あれ？さっきまでここにおった敵は？消えた？逃げたな。とりあえずここで降りればいいんかな。